CGS をご覧の皆様こんにちは。それではオームランス城の後編を話をしていこうと思います。前編の簡単なおさらいをすると、あの、死境戦争の話をしました。幕府が長州征伐としてきて、この兵力差は長州4000に対して幕府側が15万。この絶対絶命の死境戦争。この死境戦争でもしも長州が敗れてしまったら、 ここから新しい時代を作っていこうという動きが止められてしまって、明治は起きていないかもしれません。それほど非常に大事な戦争でした。そして、この絶対絶命の長州のピンチを救ったのが、天才軍事戦略家、大村松城になります。では、この死境戦争において、どういったリーダーシップを発揮したのか、これは3つの話をしていこうと思います。これは、ま、戦術的な話というよりかは、 リーダーとして必要な考え方をお伝えしていきますので、ぜひ聞いてもらえればと思います。この始興戦争にとにの第一のポイントは、えー、情報でした。情報収集、情報を制するものが戦争を制すると言っていいほど。 戦争においてこの情報収集は非常に大事になります。オームラス二郎は自ら百姓の格好をして、この死境戦争の戦地を事前に歩き回ります。徹底的に。そして、ああ、あそこには大きな川が流れてる。あっちには大地の起伏があるな。そういった地位的な条件をすべて頭に入れていきます。そして、それをもとに、この死境戦争のシミュレーションをしていくんですね。 で何がすごいかこの死境戦争、すべて、大村筋丘のシミュレーション通り動いていくんですよ。幕府はあの道から来るだろうって言って、本当にそこから来るんですよね。あまりにもその通りなので、さっきまでちょっと半信半疑だった人も、大村筋丘はとんでもない軍事戦略だと。大村に任しておけば大丈夫であると。評価がガラッと変わりました。この徹底的な情報収集っていうのが、第一のポイントでした。 続いて第2のポイントは技術です当時長州は上位運動が盛んでしたのであまり西洋の文化を入れていこうという動きはまだありませんでしたその中大村筋次郎は「いやいやいやここは技術の導入西洋の最新の武器を使っていきましょう」という提案をしていきます少し具体的な話をしますと 当時まだ主流だったのはひなわ銃ですね。その中、大村鈴次郎は西洋の最新の武器を使うことを提案していきます。でどれくらい能力に差があったか。このひなわ銃はですね、大体いい射程距離が100メートルちょっと。それに対してこっちの西洋の最新の武器はなんと400メートル先の敵でも十分命中できる。それくらいの力がありました。さらにはこっちはですね、一発ボーンと撃ったような、こっちはなんと 5発以上撃てるんですよそれからスピード感もありましたこの武器を使おうと今は50人の兵よりもとにかく一定のこの武器は必要であるとその提案をしていきますそして実際にこの西洋の武器を使って爆風を圧倒していくんですねこれが第2のポイントでした続いて第3のポイントそれは作戦です 大村水事が取った作戦を一個ご紹介すると、選択と集中というものです。選択と集中。将が大を制するには、この選択と集中しかありません。古来より、戦争の勝利者は、 兵力の集中に成功したものであり、逆に敗北者の共通理由は兵力の分散にある。この教えをオーマス城はよく知ってました。オーマス城のシミュレーションによると、まず、幕府軍は2箇所から攻めてくると。 陸軍がこの広島方面、そして海軍が瀬戸内海方面から来ると。特に海軍がこの長州一を置き大島というところを占領してくるであろう。そういった予測がありました。なので皆必死にこの大島を守るにはどうすればいいかを考えます。ただそんな中、大村筋上は驚くべき発言をします。大島は捨てましょう。はっきり言って海軍と勝負しても勝ち目はない。 であれば全ての力を陸軍との対決、広島方面に集中しましょう。そういった提案をするんですね。これは四方八方から非難がきます。なんて非道だ。大島の人は一体どうするんだ。と言われ、実際大島はあっという間に占領され、そして大島からもなんで軍を送ってくれないんだ。そういった声が来るんですね。ただその中、 そんなことは思わせるじゃ分かってました。彼はぐっと来られるんですね。ここで兵力の分散はできないと。すべての力をこの陸軍との対決に集中するんだと。その結果、陸軍との初戦、まさに圧勝、圧倒的な勝利を収めていきます。この3点のポイントです。地理を最大限に活かし、そして、 西洋の最新の武器を使いそして一点集中で幕府軍を圧倒しましたこれによって幕府側の士気がガクッと下がりその後も勝ちを積み重ねこの司教戦争を勝利へと導きますそしてそれによって幕府を倒していこう新しい時代を作っていこうという動きが本格的になってまさしく大政奉還そして明治へとつながりますその原動力がこの司教戦争でありその立て役者が大村をすという人物でした まさに専門性を極めた結果こういった司令塔として活躍をしたわけですね。それでは最後にですね靖国神社にまつわる話をしようと思います。大村寿次郎は最後靖国神社の創建に関わっていきますが靖国神社は明治の2年東京を召喚者として明治の時代を切り開くために命を落とした武士を祭る場所として創建されます。 その創建の中で、大村筋郎はあることを提案するんですね。それはこちらです。靖国の桜です。この桜はですね、武士を祀る場所としてふさわしい場所にしていきましょう。多くの日本人が集まる桜の名所にしていきましょう。 そういった思いからここの桜をを植えることを大村須は提案しました。まさにそこにはこの明治という時代を切り開くために戦った武士たちの思い明治の時代を見ることなく命を落とした武士たちへの感謝の気持ちがあったわけですねそしてその思いを伝えていこうと是非皆さんもこの安国の桜を見るために先人への感謝というのをしっかりと持てるリーダーになっていただければと思います以上で講座の方は終わりになります ありがとうございました。